仕事でしたか。みんなお仕事でしたか。おいしいスイーツ食べてる。いいね。小説を一冊読み切った。おお。あれ間違った。何時後に始まったかというと3時過ぎくらい。4周年ライブ見てました。お、美容室行った。夕方に自信あった。え、自信あったの？全然気づかなかった。僕さんの目見て泣いてた。 ね、今日暑かったですね。私はリハーサル終わってからは、カラオケに行きました。カラオケ行って、でもなんか帰る気分じゃなかったから、終わっても。そして大きい本屋さんに行って、何も買わずに、だけど何も買わなかったけど、いっぱい見て回って、でそれで根岸でご飯食べて帰ってきました。今日何だったかなとかというと、あんまり歌わなかったけど、ちゃんみなさんとヨルシカさんとあたらよ、あたらよさんを歌いました。野菜カフェのおすすめフード。そうなんですよ。ラサイカフェのメニューだったりとかが解禁されたい。私ね、試食行ったんだけれども、私はタコライスを食べました。一人カラオケ、一人カラオケした。タコライスを食べて、カレーの方は食べなかったんだけど、でもカレーもめっちゃ美味しそうだった。だけどカレーは結構ね、絡めててた。ちゃんと辛いって言ってた。タコライスはね、いろんなものが入ってて、エビとか入ってて超美味しかった。タコライスってあんま食べたことなかったんだけど、美味しかった。タコライスは辛くなかったです。ドリンクは青春コンティニューズを飲みまして、マンゴーのやつ、オレン、黄色とオレンジのやつ飲んだんだけどね、すっごく美味しかった。中のゼリーがね、いい感じの硬さ、硬めで、なんか美味しかった。 やば。 感想やば。 だけど全部飲みたかったんだけど、でその時は一人一個って感じで、だけどまた行ったら全部飲みたいと思います。そう、タコライスのタコってなんて、なんでだろうね。タコ入ってないけどさ、私カシミールとどっちが辛いか分かんない。食べてないから分かんないんだけど、食べた子たちが辛かったって言ってた。辛いって言いながら食べてた。ちゃんと辛いみたいな。あ、タコスなんだ。私タコス食べたことないんだよね。あるのかな。あるか、さすがに。でもあんま記憶がない。ぜひ食べてみてください、皆さん。炭酸飲めないから。ああ、確かに。ココア以外炭酸だよね、あれ。ね。でもココアもめっちゃ美味しそうだった。あ、あとフレンチトーストも食べたんですよ。フレンチトーストも食べたんだけど、フレンチトーストも結構あれボリューミーで、あれだけで絶対お腹いっぱいになります。でもすごく美味しかった。フルーツがたくさん。おいくらなのかというとね、1200円とか1500円ぐらいだった気がする。うん、
値段変わっちゃうのかもしれないね。まだ出されてないってことは値段がまともなメニューで逆に裏切られた。まともなメニューすっごいクオリティ高かった。超おしゃれって感じ。さすがツタヤのカフェって感じの本格的でした。今の身長170です。多分ちゃんと分かってないけど、こんばんは。カフェ13からだからね、意外ともうすぐ。私も13と17日行きます。根岸、ネギシは今日はね、頑固トリプルセット、トリプルセットより100円高いんだけど牛タンがついてて、今日はちょっと気分変えようと思って頑固トリプルにした。週末はな、名古屋と大阪となんかどっちに泊まることになったの？名古屋かな多分。ライブ映像見てたけど、やっぱななみちゃんのパフォーマンスめっちゃ好きになりました。ありがとうございます。ダイエットの一人です。自分に誕生日プレゼント買う？自分用に誕生日プレゼントね、でも本屋さんで好きなだけ買うにしようかなって思ってる。まあ、好きなだけで買ったら大変なことになっちゃうけど、いつもよりたくさん買うにしようかな。何も欲しいものが自分で買うってなるとなんかそこまでないなと思って。だけど本が一番欲しいから本にしようかなって思ってる。でもまさか自分が本を誕生日プレゼントにするっていうことになるとは思わなかった。本を読む人間になると思ってなかったんで。でもいいことですよ。なんかこれかこれ誕生日の時に買おうみたいな本もあって、二十歳になったら読みたいなみたいなところも見当ついてるから、それを大きい本屋さんに買いに行くのが今の楽しみ。買いに行けるか分かんないんだけど、時間あるかどうか分かんないから。私紙派なんですよね。紙が好きで、もちもちします。そうなんだあ、ぜひしてください。本って重いからね。普通の小説と短編集どっちが好きですか？私短編集あんまりなんか集中して読めなくて、でも最近読めるようになったんだけど、小説の方が、普通の長編の方が好きかな。なんか一回一回集中が切れちゃうのが自分に向いてなくて、どちらかというと長編の方が。
買ったら紹介します。そう、お酒の本を読んで晩酌の、そうそうそう、それが今の一番楽しみ。アマゾンで買ったりしないかな、あまり。あまり通販で本買わないかも。どんな本読むの？小説、大体小説。ブックホー行ったことあるけど、なんか古本なんかあんま買わないかも。誰が読んだか分かんないから誰のやつか分かんないのあれだし、なんか新品みたいな感じでもさ、なんか綺麗なやつだとさ、そこまでさ値段変わらないじゃん。だったらあの新しい新品のやつ買おうかなってなっちゃう。作者的にあまり連絡ないみたいで、問いになってから本屋さん。あ、そうだね、確かに。そうですね。ブックオフ、あの、行くは行くの。行くは行くんだけど、あんまり買わない。見かけたら入るんだけど、会話はあんましないかも。本屋で本探すとワクワクするよね。するんだよね。読んだら売る。でももうパンパンになっちゃったら売るかな。でも本棚も埋まってんだけど。今お家のだから新しく買わなきゃいけないんだけど、もっと大きいの欲しいなって今思ってるとこなんだけど、私でも集中癖もあるから、コレクションするのも好きだから、並べるのも好きなので、本棚に入れていくのも好きなの。だからね、今んとこ売らない。図書館もあんま行かないんだよね。図書館うち借りたら返せないかもしれないから返すのめんどくさいってなっちゃいそう。大きい本屋さんをうろうろしてジャケ返すの好き。わかる。都内で好きな本屋さん、都内で好きな本屋さんは八重洲ブックセンターと、あと表参道にある、この間1回だけ行ったんだけど、だから初めてこの間見つけたところなんだけど、表参道にあるなんか地下に入っていくところになんか大きい本屋さんがあって、なんかね、海外の本だったりとか、なんか珍しい本とかいっぱい売ってるの。普通の小説とかも売ってて、でなる売ってるんだけど、なんていうお店か忘れた。あとは新宿の紀伊国屋書店、あとよく行くのは渋谷のモディの HMV のところが好き。大きくないんだけど、並んでる感じ、並んでる本の感じが好きでよく行く。あ、すっごい全然追いついてなかった、コメントに喋りすぎて。青山ブックセンター、それだと思います。そうそうそう。CD も CD ショップで買う。私 CD は CD ショップで買ったことあるけど、
でも CD とかは Amazon の方が多いかも。 CD とか DVD とかブルーレイは予約することが多いかな最近は。八重洲ブックセンター昔からやってた。八重洲ブックセンターのサイン本いっぱいあるよね。本棚見られたら恥ずかしい。いやそんなに恥ずかしくないです。そんなに。CD 買うとき特典とかって気にする？ちょっとする。あんまり買わないんだけどね。そこまで特典ある方で買う。同じ本3冊買っていたときはさすがに自分やばいと。なんで気づかずに？それはやばいね。自分も裸祭のグッズとかどうやって飾ろうかなとか飾って並べたりするのも好きだから。わかる。並べるの楽しいよね。人から本もらうのは好き。好き。でもファンの方からとかしかもらったことないんだけど本。うん、あんまりもらったことないんだけど嬉しい。やっぱりツタヤもうちもめっちゃ行きます。ツタヤも行く。漫画とかあと期間からどこから買ったかわからなかった。同じカードか。でももったいないね。もったいない。今日ラストアルバムタイム B 版無事届いてヒストリーオブラサイでない号泣してます。号泣してますか。生誕記念のボールペンどこで買えるの？今のところ21日のライブのチケットと一緒に売ってるやつしかないんだけど、それで予約的な、なんていうの、チケットプラス生誕グッズっていうのがあるんだけど、その生誕祭生誕イベントの時も多分買えるし、ネットでも売られると思うので少々お待ちください。新書読むの？新書って何？新書ってどういうやつ？どういう種類のやつ？文庫ただ長なんです。文庫より大きいやつ、大きいサイズのやつ。漫画と同じ。持ってないかもしれない。持ってないかもしれない。そのサイズ。簡単な専門書みたいな。持ってないかも。ノンフィクション系って感じ。自己啓、あんまり買わないわ。人は見た目がキュアリ的な。ああ、今度二十歳になったら買おうと思ってんだけど、なんだっけ、20歳の知見みたいなやつとかは新書。あれよく最近置いてあるやつ。
生誕の日ネットサイン会か特典会かでも決まった。まだ決まってないんだよね。ちょっと聞いてみます。あ、 ID マニアさん、どうも。あ、じゃあくまじっこありがとうございます。ありがとうわー、ありがとうございます。T シャツこんなあるか、じゃあそこ行ってみよう。生誕ボールペンでとても買えますか。買えるようになります。なります。今日港区のお医者の消臭なんだけど、やみそうになる感覚が好き。わかります。あの世界っていうか、ああいう感情になんかやみたくなる時ってあるよね。付箋気になる。付箋ね、早く出ないかね。早くサンプルもらったら紹介しますね。イヤミス好き、イヤミス好き。最近あんま読んでないけど、最近はあったかい本の方が読みたくなるからあれだけど。今日誕生日の、おめでとう、おめでとう。今日5月5日。え、今日ってもしかして子供の日、この日の日って5月5日だよね。おめでとうございます。子供の日なのすっかり忘れてた。特に何もすることないんだけど、今日部活汗すぎてきつかったけど、ななみに見て元気出た、よかった。外の部活やばいね、暑くなったら。今日ののからね、ののがママの LINE 使って、ののも地球グミ欲しい、食べたいってLINE が来た。あの昨日の多分阿部七海王の動画で、山本愛理ちゃんにあの景品で地球グミを渡してるのを見たんでしょうね。そしたらののから、ののも地球グミ食べたいってきた。地球グミってさ、でもあんま売ってないよね。なんで好きへん地球グミだったの、わかんない。マネージャーさんが用意してくれた。マネージャーズが用意してくれました。地球グミ食べたこと、食べたんだけど、もうね、1個も食べれない。私はあれ1個も食べれない。もう味濃くて、めっちゃ甘くて。そう、あっち系のグミ多分全部私1個も食べれないと思う。何味なんだろうあれ。なんか中にね、ラズベリーソースみたいな、ベリー系のソースみたいなの入ってるんだけど、なんか何味なんだろうあれ、超甘いの。だけどね、ネネとかののはね食べるんだよね。なんか、まあ、ASMR の ASMR ごっこするからなんだけど、でもよくあれ食べれるなって。なんか YouTuber さんとかでさ、地球グミ何100個とかさ、わかんないけど、なんかいっぱい食べてる人いるじゃん ASMR とかでも。
マジすごいと思う。あれもう全然食べれないもん。今日ナナミウーバーしたとの情報で入手しました。今日はリハでめっちゃ時間空いたので、モーナちゃんがウーバーしてくれた。ナナミもスタバ頼むって言ってくれて、頼むって言って、初めて、うち初めてかもしれない。なんでそんなのアリちゃんあげたの分かんない。マネージャーさんがなんで地球組にしとくか私はさっぱり分からない。でもアリちゃんもいとこにあげるって言ってた。アリちゃんもいとこにあげるって言ってたから。なんかいとこが欲しい、食べたいって言ってたって前言ってたから、いとこにあげるわって言ってて。こんばんは、こんばんは。もうすぐ二十歳。最近食べて美味しかったもの、なんだろう、何でも美味しいんだけど。でもこの間のオンライントーク会2日間の時のお弁当はもう全部美味しかった。昼夜全部美味しかった。大体食べたことあるやつだったんだけど、やっぱ鶏キューのじゃがいも美味しいんだよね。あと鶏キューのなんか唐揚げじゃないけど、なんか揚げてあるやつの衣が美味しいんだよね。あいち何食べれて、何食べようかな、まだ決めてない。ホテルがどこかにもよるね。ホテルの近くでなんかいいのあったらいいな。今日のリップはこのビアイドルのコナレベージュにリンメルの032番。そう、のり弁も美味しかったのよ。なんて言うんだかちょっと忘れちゃったんだけど、すっごい美味しいのり弁だった。あとオーベルジーヌもあったし。あ、海派ですよ。何海派ですっていうのでラブ、あの今海派、山派、家派っていうゴールデンウィークの企画やってて、あのそのギフトが海派とか、海派と、山派と家派っていう3種類があるんだけど、なんかミッションみたいなのがあって、それで各あれでなんとか派で何ポイントってゴールすると、そのものにまつわるものをもらえるんだけど、私は海派のやつでお願いしますっていうことですもうあの 2位達成してるんですけど、皆さんのおかげで。そういうことです、海派っていうのは。そういうことです。やっぱひつまぶし食べたいね。手羽先も食べたいし、お店で手羽先食べたい。明日は配信できた。あ、明日は配信余裕でできる。できます。多分毎日できそうかもしれない。8日が何時に終わるのかにもよるんだけど。
コナレベージだけだとどんな色、コナレベージだけでもね余裕でね使える、すっごいナチュラルだけど、配信で映った時にちょっと薄いかなって感じたからこれ重ねたんだけど、そう、明日移動日じゃないのです。コスメージはしばらく落ち着いてる、落ち着いてるかも。欲しいなと思う、めっちゃ。たまにデパートとかのあのデパコスのお店歩くと、かわいいかわいいだけどやめとこうってなる。全部欲しくなっちゃうから、一個欲しくなっちゃうと。ナミ大人になったなと思うことある？あるかな。わかんない。アイスね。あんま食べてないな最近。毎日配信はゴールデンウィーク期間で終わり。そうだね、毎日はやらなくなるかもしれないけど、でも5月中はたくさんやります。やれる時はやろうと思ってる。おやすみ、おやすみ、こんばんは。美容部員でメイクしてもらったことある？ない。メイ、あ、でもあるか、なんかちゃんとないけど、なんかボビーブラウンでアイシャドウ買うときに2つで迷ってて、それでその店員さんがすっごいいい感じの人だったから見てたんです、見てたんですよ、そのアイシャドウで迷われてますって言って、あ、そうですって、え、つけてみますって言ったから、あ、じゃあお願いしますって言って、メイクっていう感じじゃないけど試させてもらっ、塗ってもらったことはある、一回。それかだけかな。でも基本無理ですね。愛想笑い覚えた大人になったってことで、でも私愛想笑いもしなくなったと思う、逆に。なんか最近わかんないけど、昔の方がしてた気がする。ソロになったらアカウントは残るの？ラスアイが終わったらラスアイのアカウントは全部多分消えます。あのツイッターとかも消えるし、ショールームも消えるし、17とかも消えるけど、インスタとか、インスタは残る、まあ、ほとんどやってないんだけどあと自分のファックスの方のツイッターは残ります。だからそっちの方のフォローお願いします。消えちゃうので多分。あ、YouTuber
全然残らないです。残ります。絶対消えちゃうの悲しいよね。そうなんですよ。アイシャドウっていろいろ色試したいけど結局バレのありがちになったりしない。うん、結局毎日メイクっていうか、そうパパってやっちゃうときはいつもブラウン使っちゃうね。なんかたまに変えようってなって違うの使ったりするけど、結局ね使う色は限られますよね。確かに。涙袋、あそう涙袋のおすすめがあって、前も紹介したあのザ・アイパレなんですけど、 B アイドルのこれ吉田あかりさんも YouTube でやってて、これ涙袋いいんだよっていうので、これの私繊維今変えてないんだけど、この色ね、このベージュ、これ涙袋に塗るとすごいのよ。なんか本当にねマットで何の変哲もないんだけど、一見この色を涙袋に塗るとねめっちゃ涙袋が出現するの。これすごいんだよ本当に。一回ちょっと涙袋のシャドウ落としますね。これが何も塗ってない、ちょっと赤くなっちゃったんだけどこれね、ちょっと分かりにくいかもしれないんだけど、でこのこれを取って塗りますよ。これね本命なんだっけ、違う0104番本能のヌードベージュです。これにこれねビフォーね、わかんなそう、なんかちょっと待って、わかんないかもしれない画面だと。だけどこれな、あのね鏡とかで見るとすごいのよ、全然違うのよ。あこっちの方が分かりやすいかも。もともとこんなないの私。これやりすぎだけど、やりすぎなんだけど、もともとこんなにないわけ。わかるでしょ。あ、わかった。ちょっともう一回落としていい？ちょっとこのひっくりでやれば。ほら、あ、待って、ほら、見て。あれ？そんなんでもない？ちょっと待ってね。一回こっち落としました。いくよ。ほら、わかるよね。今出現したよね。
そう、すごいんですよ。なんかどんなキラキラのるよりもこれの塔がね出てくる。あ、みんな分かってくれた。あ、よかったよかった。ぜひ皆さん試してみてください。これこれは鼻もいけそうだね。鼻にしては濃いのかな、色。どうなんだろう、鼻は分かんないかな。だって鼻はいつもマック、今日塗ってないんだけど、マックのハイライトを鼻には塗ってる。今日リングライトで使わなかった。ちょっと充電切れちゃって線引いてない。そう、下に線引いてない。涙袋のキラキラはは2種類使ってて、こっちどっちか使ってるんですけど、私の多分肌の色に合うのはこっちなんだけれど、ライブとかの時にメイクによって変えるんだけれどもね。これでリリーミュー、指原さんプロデュースのやつです。リリーミューの03番か。ねえ、これどこに書いてあるの。どこにも書いてないんだけど、ちょっと待って、これ書いてあるの。あ、書いてあった。全然わからん、全然読めん。何これ、シピシピグリッターイルミネーションライナー02番のどちらかを塗っております。塗ってみますかね。じゃあ、私普段はあんまりラメ塗らないんだけど、でもライブの時は塗るかな。こっちがリリミュー、キラキラ。ハケはこっちがなんていうの、毛タイプで、指原さんの方がなんかこれなんだろう、シリコンなのかな。こっちがシピシピ、そない違い分かんないねそんなに分からんわ。でもこっちの方がゴールド、こっちが白って感じかなです。育成ライブの時でメイク変えてた。変えたかな。ちょっとちょっと大人っぽくしたのかな。どうだっけ。そうそう、固めですね。こっち筆。メイクさんがやることはないの。メイクさんがライブでは全部自分だし、ラストアイドルの仕事、なんか MV とかは
全部自分メイクなんですけど、髪型やってもらえることもあるんだけど、だけど雑誌とかなんか雑誌とかの撮影の時はメイクさんがやってくれることが多いです。リリーミーの何番だったかというと03です。メイクは上達したでしょ。上達したと思います。メイクの相談、メイクの相談もしないかな。ラサイ公式の YouTuber コメントとか見る？見ます見ます。リハの時はメイクでするの？私はしない。あ、眉毛は描いていくことが多いかな。メイクは取んなくて、これで大事な撮影の日の前は必ずパックしたりしてますか？パックはするかな。あのあれ緑色の韓国のやつよくします。なんだっけあれ、シカペアのやつ。そう、にじまないアイライン、にじまないアイライン。私が今使ってるのは、じゃあ私が一番使いやすいと思ってるのは D アップです。あのペンシルじゃなくてリキッドだと、リキッドで目の上、あのまつげのギリギリをやって、あの目尻もやって、でそれで キャンメイクのクリーミータッチライナーでまつげの隙間をここを埋めるって感じでやってる。そう、ブラウンブラックです。私は焦げ茶みたいな。ディアップはすごくかけやすいです。妹たちはメイクの真似事とかしない？ののはすっごいする。もうすっごいする。もうめっちゃキレッキレにする。まつげのカールキープは私は資生堂のビューラーであげて、で本当にカールキープしたい時とかちゃんと決めたい時はドライヤーでこれを温めてからまつげあげて、それでまず整える。でそれの後にキャンメイクのクイッシュクラッシュカーラーのセパレート、こんなに細いんですよ。この細いのが大好きで、これ本当に落ちないから安いし大好き。まつげは今は黒です。千葉から愛知の実家に帰ろうとして東京駅で新幹線乗り、パサシでは乗れなかったです大丈夫？私家出な気がする。多分家出です。またバグった。ビアイドルのアイライナーね、新作出ましたよ。出たの？でもすごい気になる。うちもドライヤー製とか変わります。結構でも温めすぎるとやけどしそうになるので気をつけてください。
眉毛昔切られてたけど変わった？眉毛は今でも結構迷ってる。何が正解か分かってないけど、でもちゃんと整えるように、あ、ま、眉毛サロンとか行ってないんだけど、自分でやるようになってからはそんな嫌じゃなくなった。初心者にさんにおすすめのメイク、え、なんだろう、とりあえずキャンメイクですねかセザンヌかチフレか、とりあえずお手頃な化粧品で、私でもラスエ入ったばっかりぐらいの頃まで、中学生ぐらいの頃まで100均ばっかだったから、100均かたまにキャンメイクかセザンヌみたいなだった。スキンケアは私全部シカペア緑色のやつですの化粧水とクリームみたいなやつとです。最近のシャドウたまにすごい当たりあるよね、100均舐めたらいけないですよ、肌荒れないのってみんなに聞かれてたそう、シカペア韓国のやつだけど、あの今でも100均のやつで私がおすすめなのはユアグラムのアイブロウペンシルはずっと使ってます。細くて描きやすくて、アイブロウペンシルなんてまあどこでもいいじゃないですか、正直。だから100均ダイソーでーす。どこでメイクするの難しいんだけど頑張って上達したいな。いいですね、メイクは。練習すれば上達するんで楽しいですよ、多分だけどね。ダイソーで何か他におすすめしよう。私ダイソーではあとこれです。結構紹介。このスポンジが超大好き。これしか使ってない。もうファンデーション塗る時のスポンジ、これを濡らして使うのが大好き。これなくなったら終わりって感じ。キャンメイクのアイライナーはクイックラッシュカーラーはずっと使ってます。メンバーでメイク上手になって思う人いるというか、みんな上手です、みんな上手。トイスポンジは使い捨て、大体使い捨てです。片面使って2日かな、2日で捨てるかな。イラストの才能とメイクの才能って比例するのかな、センスが似てる気がする。どうなんだろう。でもイラスト上手な人ってメイク上手なイメージある。メイク上手な人がイラスト上手かはちょっと分かんないけど、
でも比例しそうな気がする。私肌綺麗じゃないんですよ実は。これフィルターがついてるんですけどね。でもそこまで今は荒れてない。だけど花粉の時期とか去年とかすごいやばかった。アイシャドウ絵を描いたりしますか？アイシャドウ絵あんま描かないけど、なんかあるよね、なんか使わなくなったメイク道具で色塗るやつあるよね。イラストの色塗りやメイク感覚に近いのでは。確かにそうかもしれない。色の使い方とか合わせ方とかはそうかもね。ナミが子供ができたらなんて名前をつけたい？いや、わかんない。私あんま子供欲しいって。めっちゃバグった急に。なんでだろうね。今すごかったよね。花粉症アレルギーしんどい。そうなんですよね。しんどいよね。マスカラがついてると落とすのがやめでついてサボりがち。わかる。私あの、マスカラ落とす、マスカラリムーバーないと終わる。なんか私子供と思ってた私子供を別に欲しいと思ってないから分かんないって言ったセンタグイベントのグッズ、あ、もう一回紹介しますね。じゃあこちらです。ボールペン、まだボールペンしかできないんですけれども、シンプルなブラックに水色のロゴと日付と、ゴールドに黒のロゴと日付の2種類があります。で赤や緑青黒とプラスシャーペンがついてる、すごく便利なペンです。あとこれ消しゴムもついてる、すげえ。こんな短いけどこんなに短いけど消しゴムもついてます。生誕 T はあのラストアイドルの方で出したから今年はいいかってなって出さなかった。文房具にしました。ビリビリはしないです。その機能ついてないです。実用的なのでぜひ皆さんチェックしてください。21日の生誕イベントのチケットを買ったらついてくるんではなくて、これがついてる生誕イベントのチケットも売ってますっていう感じです。だけど普通にネットとかでも売ると思うので待っててください。消しゴムを買いにできますって。会場でも売ると思いますよ。会場でも売ります。売りますとか言って売らなかったらごめんなさい。生誕イベント申し込みました。誰のいな、ありがとうございます。でも来たい人は全員来れるぐらいのあれなので大丈夫だと思っておりますか。逆に全然友達連れてきてもらっても当たると思います。
ブックメモとか独占権とはどんなんですか。ブックメモってなんだろう、付箋のことかな。付箋のことブックメモって書いてるのかな。独占権は1000円買ったら1枚もらえて、3枚でチェキ取れますよとか、1枚でサイン書けますよとか、そういうのです。今年はどうしてもいけないから来年待ってください。来年もやりましょう。21歳の時も22歳の時も30歳の時も40歳の時も50歳の時もやります。ラスエでメンタル強くなったと思う。私もともとメンタル弱くない、強いから、強いか分かんないだけど、まあ、強くなったし弱くなったと思う。思う、還暦のお祝いも、還暦のお祝いもしてください。だからみんな生きててくださいね。みんな生きてなきゃいけないんですよ。私の50歳とか60歳の時の戦隊イベントもやるんだから、子供の入学式の思い出しよ。もうおばあちゃん、いいじゃん、おばあちゃん、おじいちゃんだらけの生誕祭なんてそんな楽しいでしょう。でも若い子たちも来てくれるかもしんないよ、もしかしたら。私に若い子の50歳の時にもしかしたらね、年下のファンの人もいるかもしれないからさ。代々子供に引き継ぎます。いいね。何より若い、あ、今だってさ、うちより年下の子だっているんだから。そうだよ。今日誕生日、あ、今日誕生日の人またいた。おめでとう。さっきもいたんだよ。おめでとうございます。9年後ななみ何してるんだろう。何歳だろう、何歳だろうじゃない、何してるんだろう。29 30。でも楽しみだね。おめでとうございます。30までは若いよね、まだね。30まではもうちゃんとめっちゃ働きたいわ。どうなってんだろう。
自分が30歳になるなんて。へえ。ねののちゃんも楽しみだ。確かにねののちゃんがだって19とかだよ。のねねが19 ののが17とかで、やば。テレ朝チャンネル申し込みました、ありがとうございます。あっという間やよ、納屋を経験する。いつまでも子供でいてほしいと思う。でも今可愛いからさ、やっぱ泊まってほしいと思うけど、でも大人になった二人も楽しみ。絶対可愛いもん。弟とか妹いないから年下のいとこの成長楽しみに来てる でも分かります、私もいとことかみんな年下なんで、みんな赤ちゃんなんで、赤ちゃんでもないかも。でもネネがいとこのちびっこの中では一番年上って感じなんで、みんなちびっこなんですよ。だからちびっこたちの成長は楽しみですね。ねねののがあのアイドルね。どうでしょうか。やりたいって言ったらいいけど。間違いなく素敵な女性になるもんね。いや、なりたいですね。アイドルやりたいって言ったら、でも迷う。反対はしないけどね。でもあんまちっちゃいうちからさせないな、させたくないなって思うかな。陶芸家、あ、ねねちゃんが陶芸家。でも最近あんまそんな話聞かないから、多分もうその熱は冷めたんだと思います。ギャルみたい、ギャルになったら飛びますか？ギャル？絶対ならないと思うんだけどな。でもいいんじゃない、ギャルも。それも一つの経験ですよね。
車の免許持ってないんですよ。持ってないのよ。野菜のみんなも初期の頃からめちゃくちゃ素敵な女性になったよね。なった。みんなすっごい垢抜けた。全然違うもんね、やっぱりアイドルとかしてると。やっぱ変わるもんだね、人前に出てると。ナナミンがアイドルやってた年齢は越した。ねるのちゃん年齢は越しました。でののの頃にも普通にアイドルって感じが分かんないけど、あのユニットで踊ったり、踊ってイベント出たりしてたので。でもそう考えると自分マジですごいって思うわだって小1の時に一人でバス乗ってレッスン行ってたりしてたんだけど、そんなこと絶対ねえと乗りさせらんないもん。もう怖くて無理。よくやってたなと思う。そう、なんか毎日レッスン行ってなんか怒られたりして、よく耐えてたなと思う。よくステージでニコニコしてたな、ちゃんと喋ってたなって思った。両親サポートすごいね。すごいです。その時も両親が若かったから。でも今はそんなことする気力多分ないから。そうそうそう、いつも送り迎えしてもらったりしてね。怖い人に話しかけたしなかった。でも怖い人は言った。怖い人はいました。前に一緒に活動してたメンバーとかとは連絡取ったりする？あんましないです。うん、連絡先は今では持ってますけどね。でやっぱりしなくなっちゃうよね。もうすぐ母の日、確かに8日だっけ。今でも子供が一人で遊びに行くの怖い。わかる。うちもさ、ネレとノノがさ学校から帰ってくる時間がちょっとでも遅かったりするとさ、え大丈夫だよねってすっごい心配になる。めっちゃドキドキするの分かる。6月に学期、学期ね、学期はちょっと、うん、やりたいですね。今日は歌うんですか？歌うか。歌いましょう。
DTM の新曲とか、セルフカバーとかですよね。ちょっと7月2日来てくださいお願いします。何歌おうか、なんか珍しいのないかな。ただいま。ハグ歌おうかな。6月以降何でも歌えない。確かにね、そうなんだよ。多分6月以降は何歌っても、ショールーム始めるんだったら、始めるとしたら何歌ってもよくなるかもしれない。振り向きだけど入ってんのかな、ちょっと待って。とりあえず歌うね。ずっと会えなかったね、会えるその日待ち望んでた。世界の針が止まってしまった。誰のせいでもないから、しょうがないと分かってたけど、空を見上げて思うしかなかった。寂しすぎて辛かった日々、どれだけ君のことを好きかと気づいた。いきなり思い切りハグしよう、言葉より先に我慢してた感情が溢れ出すんだろう。いきなり全力でハグしよう、しばらくの間夢じゃないと確認させてよ。溜め込んでいた愛の分。あ、シュランジさん、クマ10個ありがとうございます。こんな近くにいたのに距離を置いて恋をしていた。会いに行くこと許されなかった。家の中に閉じこもっていつか上がる雨を待ってた。リモートなんかじゃ狭く見えた窓。元気かなっていつも思った。一日の大半は君のことばっかり。ようやく嬉しすぎるハグさせて、夢にまで見てた感動的なこの一瞬忘れないんだろう。ようやく触れ合ってハグさせて、もう話したくない。君の体温感じるくらいにこの腕の中独り占め。わおおおお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 。いきなり思い切りハグしよう、言葉より先に我慢してた感情が溢れ出すんだろう。いきなり全力
ハグしよう、しばらくの間、夢じゃないと確認させてよ。溜め込んでいた愛の分、ありがとうございます。振り向きたくないとか入ってないのか。ディール入ってるんだ。ディール歌ってみたいから歌ってみて。あなたからのアプローチは断ってたのに、これ以上の音は言えやしないわ。遊んでいる噂ばかりから。え、なんだこれ。でも本当はあなたたのよ、好きなタイプ愛してしまいそう。もしあなたが悪魔ならディールしよう。愛をあげるその代わり記憶を全部消して。他の人のプロポーズは興味がないし、冷たくあさり切り捨ててきた。女子たちから嫉妬されてあることないこと、駆け口言われて面倒になった。だからずっとあなたを袖にしてきたの。わかってたわ、愛してしまうこと。傷ついてもその記憶消せるならいい。キスをしたその瞬間、ディールはもう成立。でも絶対あなたを忘れられないわ。だってあと虜にされちゃった。もしあなたが悪魔ならディールしよう。たとえ何かあったって忘れる。もしあなたが悪魔ならディールしよう。愛をあげるその代わり記憶を全部消して。
とうございます。どうなんかあるかな。ティールって何のさカップリングだっけ。じゃあこいつら立ちよう。どれが好き。君のことが大好きと悔しいくらい叫ぶから、この恋とレンジ、せーの、イエイエイエイ。眩しい日差し聞き飽きた授業、いつも通りなのに何にも手につかない。隣の君席、あ、今出た、見て一緒に過ごした時間、思い出し恋は辛いね、もっと可能なんて呼ばないでよ、なんで最近モテてるの、目が合ってウインク、あ、惑わせないで、君のことが大好きと悔しいくらい叫ぶから、あの日に捨てた言葉忘れるわ、私まだ信じてる、ミステリーは君がいい、今はきっとこの恋とレンジ、違う誰かで会って恋をして、そんな予定もないまま進んでく空っぽカレンダー、部活中の真剣なこの切なくなるそのまなざし、好きなあの子にもどんな顔してるの、君のことが大好きと届くように叫びたい、誰かといても君を重ねている、この恋を諦めて他の人を見つけたら拗ねてくれる気まぐれグランピー、思い出だったあの香水、大切だったあの言葉、君の口づけを忘れたくない、君のことが大好きと悔しいくらい叫ぶから、いつかどこかでなんて言わせないわ、今すぐに駆けつけてこの場所で誓ってよ、今はきっとこの恋とレンジ、乗り換えなら今だよとレンジ、ラスト、せーの、イエイエイエイ。
トゥルルルルン、トゥ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 ルルルルン。固まる固まる固まる。いつもより混んでいる夕暮れのステーション、人混みの中でどうして余計に寂しいんだろう。周りの雑音がなぜだか聞こえずに、心の一人ごとに耳を傾けてしまう。ホームに並ぶ制服、その最後尾に君がいたよ。奇跡だとときめいたのに、でも僕は別の列に並びながら落ち着かない。どれくらい好きになれば、で君に伝わるのだろう。胸の奥のこの思いを言葉にはしたくなくて、どれくらい見つめてれば視線偶然合うのかな。自分からは見出せない、世界中で一番君が好きだなんて。はい、せーの。電車が停車して、それぞれ乗り込んだ違うの、あの運命。ずっと離れ離れかな、途中の駅で降りてく乗客たちと入れ替わりの営みに押し戻されて、気づけば息がかかるほど正面に君がいた。どれくらい願って他に誰もいらないから、一度だけ話したいんだ。どれくらい待っていれば、チャンスを訪れるというのか。あと少しでついてしまう、切なすぎる青春、僕の終着駅。たった数分の短いその時間、ただ幸せで。どれくらい好きでいれば、いつの日か届くのだろう。夢の中で見続けてた、声には出せない I love you。 どれくらい好きになれば、で君に伝わるのだろう。胸の奥の思いを言葉にはしたくなくて、どれくらい見つめてれば視線偶然合うのかな。自分からは言い出せない、世界中で一番君が好きだなんて。はい、せーの。ありがとうございます。ちょっと途中で一旦充電が切れたので止まりました。それは私の責任です。申し訳ございませんでした。なのでちょっと充電させていただきます。ゴール達成した
何も言えてねえな。ゴールさん達成したの？ありがとうございます。超豪華海鮮が食べれますね。嬉しすぎ。やったー。しないするかするとはあんま思ってなかった。だから嬉しい。美味しく食べます。何を頼むのか、なんかねあれだった、なんかねカタログが届くらしい。で自分で選べるみたい。だから好きなもの食べれるから嬉しい。したらもうあれで、あれ海派です、いらないんだね。海派です、いらない。そう、これから山、そうどれかだけなんです。そうそうそう、海山家どれかだけなので、どれを達成したとしてもどれかだけなので、私は海達成したので、皆さんありがとうございました。消した。確かに達成、あ確かに達成したよってね。みーは、母の日話で何かのためね、あれは何だろう。海鮮パーティーも楽しみにしてます。私はその日はみんなで海鮮食べよう、配信しようね。寿司屋で最初に食べる寿司、時にやと違うけど、でもエビか納豆巻きかもしれない。たまにサーモンとか一発目に行きたくなったりするんだよね。あの炙りサーモンみたいなやつとか。おいくらぐらい食べれるんだろうね。ね、だって3の達成したらどんだけいいのがもらえるんだろう。楽しみ。私納豆巻き大好きなんだよね。回転寿司の一発目にうどん行ってます。うどん行く時もあります。うどんとりあえず頼む時もある。家族で来た時とかはとりあえずみんな一斉に味噌汁かうどん頼むから。確かに。茶碗蒸し、茶碗蒸し美味しいよね。海鮮ユッケ、海鮮ユッケね。納豆うずら軍艦、軍艦じゃなくてね、生きの方食べちゃうんだけど、軍艦を食べてみようかな。
パパがナスの寿司、私のパパはナス、わさびナス大好きなんですよ。わさびナス大好きマン。ラストアイドルの最終ライブもしかしたら行くかも。来てください。来てくれ。やばい、来てくれとか言っちゃダメ。もしかしたら来る人に、来てください、お願いします。熱って言われてる。熱かけてあげないんですけども、あの来られる人は来てほしいなっていう。お、あ、応募してるんです。だって当たります。なので来てください。当たったら行くよ。だって、あ、じゃあ確定ですね。今試案中です。迷ってる人がいたら、うん、来てください。ラストアイドルのライブ実は行ったことないんですよ。だって最終ライブの時いいんです。最終ライブにでも来れたらそれでいいんです。来たことない、ライブ来たことない人とかもぜひ来てほしいんだよ。3年ぶりのライブとか、そんな人も来てくれるんだね。みんな来てくれるのかな。来てほしいんだけど。ラストアルバム在庫切れしててまだ買えてない。そうなの。当たってるので言ってもよろしいですかね。当たってるなら絶対に来てください。生誕生日参拝しないでしょうか。しないと思いますね。投資で生きてくれますか。ありがとうございます。ラストライブが人生初ライブさての楽しみです。いやでもライブは本当楽しいですよ。ハマっちゃうかもしれないね、ライブ行くの。人でいっぱいの東京ガーデンシアターの景色が見たいなというのは申し込みました。ありがとうございます。いやーでも人いっぱいいたら嬉しいね。東京ガーデンシアター行ったことありました。行ったことあります。めっちゃ広いよ。私最悪だったんだけど席が、だけどすごい見やすくて、そう、私あのね、 4階のバルコニーの一番後ろだったのよ。で見たことがあるんだけど一度。そう、それでもね全体が見えるし、私ヨルシカさんに行きました。なのでそう、めっちゃ遠かったんだけど、めっちゃ遠くてビビったんだけど、
野菜そこまで4階まで開けるか分かんないんだけれどもね。そこまで人がいたらいいなって夢見てます。確かに音響めっちゃ良かったです。真下見る、あ、真下見る感じでもなかった。そんな真下でもなかったです。お見送りやばそうだよね。マジやばそう。ドーム行ったことないなと思う。ドームって東京ドームとかでしょ。ライブとリアトーク来そうで幸せ。やったー。ペンラーメンカレじゃなくて曲ごとに変えた方がいいのかな。え、わかんない。でも曲空気読んでるんですかね皆さん。でなんかさ、あれ欲しい。あれがいい。あれやってみたい。みんなの色がつながってるやつ、なんて言うんだっけあれ、勝手に色が変わるやつ、あの演出みたいになるやつ、曲ごとに変わったりとか、なんかそう、なんかこちらでやるやつ、自動で変わるやつ、あれめっちゃ羨ましい。そうそう、鈴木ありさんのライブ使われる。そう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 、あれ絶対綺麗だよね。いつかやりたいあれ。でかいステージをななみのパフォーマンス好き。嬉しい。でかいステージはなんかやっぱりでかくなれる。でもラストアイドルのライブはペンライト自由ですよ。ラストライブ終わった後、友達と一緒に泊まってお酒飲みながら語り合うと思ってます。絶対ごき、でもいいね。そのあと、その後に予定があるの、いいね。ライブ途中で一度トイレ休憩が欲しい。確かにトイレ出たくなったらさ、めっちゃ焦るよねライブ中とかさ。打ち上げしたいな。初ライブで一人参戦だから周りについていけが心配。大丈夫だと思うよ。大丈夫、一人でも意外と楽しめるよ。意外と一人の人いっぱいいると思うよ。そう、バーベキューしたいな。
さなみちゃんが打ち上げしたいなんて、いやほんとそうだよ、珍しいからね。メンバーで途中でトイレ行きたくなるあんまなんないよ、ちゃんと行くしね、その前に。ガルアワで見たことあるんだよ。ガルアワ、え、何の時だろう、サバイバーかトレインか。楽しかったな、ガルアワ演出凝ってて。あの演出大好き、どっちも。あ、私も一人参戦ですとか、ほらいるよ。ルカチさん、え、間に合うと思います、間に合うと信じてます。ちなみに私もいつも一人です。いつもっていうほどあんま行ったことないけど、私はどこに行くにも一人なんで大丈夫ですよ。4周年で隣の席の人と話せて少し仲良くなってる、素晴らしい。私はちょっと無理なんだよね。いいな、すぐ仲良くなれるの。女の子連れていいか迷ったけどソロで行くんだよなぜひ女の子も連れてきてくださいよ。靴以外で何か持てったいいものとかある、泣くんだったら替えのマスク必要ですと思いますもいつも配信だけど今度は生で見たくて一人で行きます。ドキドキ、嬉しい。そういう人いっぱいいるのかな、嬉しいね。行くのが久しぶりすぎて知り合いいるかわからない。え、いるよ、なんか昔のファンの人とかも来てくれるかな。もういなくなってしまったファンの方とか来てくれるかな。あと5分時間結構やってるね。夫婦とか彼氏彼女で来てくれる人見るとどんな気持ちに、いや、なんか嬉しい気持ちになる。なんか夫婦で応援してて楽しいって思えるアイドルとか、カップルで応援してて楽しいって思えるアイドルとか、あと親子でさ応援してできる人、応援してもらえるってすごい嬉しい。替えの電池ね、お、替えの電池だって、ペンライトの人、なるほど。ティッシュもね、ティッシュも必須です。頼んでいくよ、ありがとうございます。ラサイのことになると、になると泣いちゃうからかわいい。母だけファンでそれもとっても嬉しいです。どう応援されても嬉しいです。妹夫婦も2人で来る、嬉しい。
浅い沼に引きずり込んだ彼氏と最近空いてるよ。ありがとうございます。弟に布教されたけどオタクを隠してしまってる。そっか、人それぞれですからね。楽しみ方は、一人で楽しみたいタイプの人もいるだろうし、いろんな人と共有したい人もいるだろうし。私のペンライトは一応水色だと私のファンかな、あ、ラルーチョのファンかなって思います。マスカラはしないようにしよう。だからうちもさ、どうしようかと思って、めっちゃ泣くかもしれないじゃん。だからアイラインとかさ、めっちゃパンダになるかもしれないからさ、どうしようかと思ってんだけど。メイク、黒い、ただ黒い涙流れたら綺麗じゃなくない？嫌だよね。どうせだったら綺麗な涙流したいよね。そう、全部ウォータープルーフにしなきゃいけないわ。そう、テレビにも残っちゃうからさ。あ、11時だということで、そろそろ終わりにしようかなと思います。確かに悲惨な気がするね。みんなマスクしてるが酸欠になるか。確かに。明日の予告、明日は何時にしよう。明日も9時ぐらいでいいですか。みんな9時ぐらいがいいですよね。いいよということなので、9時ぐらいから明日も配信します。よろしくお願いします。ではランキングを読ませていただきます。毎日や、そう、毎日ねやってんのよ。5月今んとこ毎日やってんの。ゴールデンウィークは毎日やろうっていう、そういう意気込みです。なんかバグってきた。やばい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 。いきます、読みます。13位カミさん、ありがとうございます。12位高蔵さん、ありがとうございます。11位まさやさん、ありがとうございます。10位ひとくりさん、ありがとうございます。9位ゆうかちゃん、ありがとうございます。8位はじめさん、ありがとうございます。7位モンヌさん、ありがとうございます。6位きみどりさん、ありがとうございます。5位みつまるさん、ありがとうございます。4位バカラさん、あれもしかして変わってないよね。4位バカラさん、ありがとうございます。3位サッピーさん、ありがとうございます。2位シロラニさん、ありがとうございます。そして1位はアイディマリアさんです。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。5月29日に東京ガーデンシアターでラストライブが行われます。ぜひよろしくお願いします。あ、スクショ。
ありがとうございます。明日もなみちゃんが美味しいものを食べますように。ありがとうございます。美味しいもの食べます。もう一度グッズのペンギンみたい。いいよ、見せてあげます。こちらです。使いやすいですよ。5月21日の生誕イベントもぜひ来てください。よろしくお願いします。はい、では明日も一日頑張りましょう。ではおやすみなさい。バイバーイ。ありがとうございました。